中国習近平が日本を挑発、積水化学をスパイした中国企業を訪問。昨日、大阪府警が積水化学工業のスマートフォンの画面に関連した技術情報を中国企業の長州参観グループに漏えいしたとして、犯人を不正競争防止法違反の容疑で書類送検いたしましたが、中国の習近平が このスパイ企業を10月12日に訪問していたことが明らかになりました。まあ、こういった中国側の動きは明らかに日本政府を挑発するものでございますので、日本政府には今後さらに中国から日本企業の撤退を加速させるためにも、日本企業に対してさまざまな支援を行っていただき、 さらに、こういった中国側のスパイ活動が日本国内においても続発していることが確認されておりますので、企業とも連携し、中国などのスパイ活動に徹底的に対抗していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。